どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室がずれるのガズでございます。はい、今日もベトナムのホーチミンの G ラボ工房代表、モザ氏とつながっております。今日よろしくお願いします。皆さん、ご案内なんですけど、お知らせしているように、ガズのわがままウクレレとか、わがままウクレレとか薄レレとか、このガズモデルなんかが今ですね、予約注文受付中でございます。皆さん、ここ今リンク貼っときますけど、Gラボのページでですね、ちょっといろいろご覧になってください。今回はもういろいろフルラインナップですかね、一応。ガズモデルとテナーモデルもあるし、薄レレと通常のわがままウクレレと、セミオーダーと、さっき言ったガズモデル。はい、ガズモデル。これもすごくいいウクレレですよ。はい。大好評で今受付しておりますが、その、進捗状況というかね、今前々からちょっとお伝えしているように、実はですね、今このガズのわがままウクレレ、この薄レレが作られているベトナムのホーチミンって、コロナでロックダウン中なんですよね、真っ最中。で、その中でじゃあどうやって進めていこうかということを、今最新情報をちょっとベトナムとつないで、モジャクの方から情報をね、シェアしてほしいなと思うんですけど、ついこの間まで工場も行けない状態が詰まってて、完全にロックダウンだったんですけど、ちょっと動きがあったようですね、モジャ君。はい、そうですね。そうですね、今26日、8月26日なんですけど、8月26日、はい。先週の、月曜日から、工場に、全員ではないんですけど、まあ、半分ですね、スタッフの、スタッフ3人と、僕1人、うん、4人が工場に、まあ、住み込んで、まあ、工場一部稼働という状態で、住み込んで、要は移動が制限されているもんだから、そこにみんな一緒に生活すればいいよということになってるんですよね。まあ、そうですね、政府の許可を。取って、まあ本当に厳しい検査だったり、そうなんだ、あるんで、そういうのを全部踏んで、でまあちょっと出勤してできる人だけっていう、まあでもストーズは全く動いてないっていう状態からはちょっとまあ僕とかガズレレとしてはすごく良かったなと思うんだけど、まあスタッフさんもなんかね、仕事がないとかね、手をつけてる仕事がやっぱり気になってたようだから、まあね、今ちょっとでも動き出してよかったかなと思うんだけど、士気の方は高いんでしょうか？そうですね、まあもう変わらず、その通常と変わらない感じで、スタッフたちもやってくれてるんで、ああ素晴らしいですね。なんか聞くところによると、ベトナムって相当なとの自粛をこう政府の方から言われて、すごいなんかこういろいろストレスが溜まってる状態にあるんじゃないかっていうふうに言われてるみたいだけど、ね、やっぱり打ち込めるものはあるっていうのはやっぱいいのかなと思ったりとかするんで、まあその中でね、またいいウクレレを、ね、ちょっと、フル稼働の 100% の状況じゃないかもしれないけどね、作っていただければということで、今回の募集もちょっとご案内しているように、一応ちょっとスパン、予約の期間が普段よりちょっと長めになっちゃってるのかもしれないんですけど、まあ、進んでいるということで、一応この情報はシェアしておきたいなということで、今日動画を撮ってますということですね。まあまあ、そんな感じで、現状、なんかありますか？最新情報としては。最新情報としては、まあ、前々から開発進めてる、リフレレだったり。うんうん、リフレレ覚えてますか、このリフレレって。これ、今にまたね、もうちょっとしたらいろんな情報また出てくると思うんですけど、水面下ではいろいろね、もじゃくんと日々やってます。これ今度また特集でどっかでお伝えしようと思ってるんですけどね、その辺もちょっとリフレレの情報もお楽しみにしておいていただければというふうに思います。はい。塗装の工程とかもね、塗装のベテランさんがまた、このチームにジョインしてくれるタイミングとかで、またね、動きが変わってくるっていうような話だったんだけどね。まあ、全員が今出勤できているわけじゃないということなんですけど、はい。でも、基本的なわがままウクレレとか薄レレの、この構造みたいなのは進んでいけてるとなると、まあまあ、ちょっと今のところは、一安心かなというふうに思うんですけど、食事とかそういうのはどうなの？食事は、契約して近くの、お店、配達してもらう予定だったんですけど、そのスタートした日の中に、隣で感染者が出て、家の隣で。で、今、同じ敷地に美容室があるんですよ。うん、この奥さんに
なんとかお願いして。すごいな、それ人のつながりってやつじゃん、もう完全に。奥さんに作ってもらってますよ。日本じゃなかなか考えられないね、それは。まあでも、優しい、ベトナムの方優しい方多いからね。それは助かったね、それは。なんかびっくりした。そんなことになってたんだな。なんか近場の、まあお店、もう僕見てないんですけど、中には子供たちだけにタダでご飯を配る。まあ助け合いだよね、そうなったら、うん、みんな移動が制限されてるから、本当なんかね、もうどうなっちゃうんだろうと思うけど、まあ本当その中でできることやっていくしかないかなというふうに思うんですけど、まあしっかり睡眠とってね、また暑いでしょ。それ聞くまでもない。まあ日本も暑いよ、今は。今もこ残暑が厳しくなってきた。日本って雨がすごかったっていう話聞いて。あ、そうそう、ちょっと前までね、今はね、もうただただもう蒸し暑いな。そう、まあでも今年はもう雨ばっかでね、なんか変な天気だなってことなんですけどね。まあまあ、今日は健康管理がやっぱ大事だと思うんで、もう本当にそこだけだね。はい、一生懸命こう作ってもらって、まあ夢中になってるとね、免疫力も高まると思うんですけど、はい、引き続き、じゃあ、またちょこちょこまたこんな感じで、ベトナムの最新情報をちょっと、皆さんにもシェアしていきたいなと思ってるんで、またもじゃくんとの対談を、お楽しみにしておいてください。今までやってきたもじゃくんの対談のプレイリストになってますから、ちょっとこの辺貼っとくんで、ちょっと興味ある人、すごい最新情報がいつも見れるぞということなんで、ぜひともよろしくお願いしますということで、じゃあ、スタッフの皆さんにも本当、健康に気をつけて、楽しくできるかどうか分かんないけど、まあまあ、本当に、余裕を持ってやってもらいたいなというふうに思うんですけど、日本の皆さんも、今回もオーダーいただいてますんで、すごい期待値が高いので、まあ、それに応えられるような形で、やっていただければというふうに思います。そうですね。はい。なんか最後に、じゃあ、一言いただいて終わりにしましょう。そうですね。まあ、なんとか、できることを、今の現状でできることを一生懸命やってますので、まあ、お待たせしているお客様には申し訳ないと思いますけど。うん、そうなんですね。すみません。ちょっとお待たせしちゃってる部分もあるんですけどね。いや、もう本当なんかね、本当どうにかなってほしい、どうにかならないかなっていう感じなんだけどね。まあでも本当できることを、ただ、ね、目の前のことをまあやり続けていこうということで、進んでいますということだな。うん。はい。よろしくお願いします。本当ベトナム想像絶する暑さだからね。まあ日本も暑いけど、いやちょっと質が違うんだよな、やっぱね。まあまあそんな中ですけど、うん。ベトナムの工場はエアコンがあるところとかもあるでしょ。そこに避難しながらね。そうです、そうです。寝るところはエアコンがあるところで。そりゃそう、寝れなかったよ、ね。はい。まあ本当に睡眠とね、睡眠とか、まああと、たまにはジャカジャカみんなでやったりなんかしてね、そういうのもぜひやってください。はい。じゃあ、今日はもじゃくんとつないでベトナムの最新情報のご報告と、今ウクレレが販売中、予約販売中ですよというお知らせをさせていただきました。引き続きガズレレ YouTube と、G ラボ工房、もじゃくん並びに、ガズのウクレレたち、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。